マルク・マリー・ジャンバーティスト・デルマは、フランスの印象主義の作曲家、著作家。デルマは、サン・イコールカンタンに生まれた。パリ音楽院に入学した、彼は、グザビエル・ルート・ポール・ビダールに支持し、1911年に、アンマリエで、ロッシーニ賞、カンタータ、レイ・ラ・フェポットで、ローマ大賞の自席を受賞。その後、クレッセント賞と、アンブロワーズ・トマ賞も受賞している。 1914年、デルマとマルセル・デュープレが、ローマ大賞選考において、同点の1位となり、勝者を決めるべくサン・サーンスが呼び出された。サン・サーンスがデュープレに票を投じたため、デルマは二等賞に甘んじることになった。デルマは、パリで音楽を教える傍ら、著名な音楽家の伝記を表す仕事をした。彼は合唱運動に参加し、 コンセイユシュッペレールデラミュージックポプューレアの一員でもあった。彼はパリで46年の生涯を閉じた。デルマは多作家であり、主に舞台音楽で知られる。他にも合唱曲や室内楽曲を残している。出典、ありがとうございます。